町は劇場プレゼンツ、町を使った秘密の遊び、今日の演劇。いつもの町で、自分の部屋で当たり前の毎日を劇場にしよう。町を使った秘密の遊び、今日の演劇は、ラジオと町を舞台にあなたの日常をふわっと自由にする秘密の遊びを仕掛けるアートプロジェクト。誰もが役者で誰もが観客。今日はどんな舞台の幕が上がるのか、あなたももう一つの日常に遊びに行ってみませんか。時刻は間もなく9時21分になります。町は劇場プレゼンツ、町を使った秘密の遊び、今日の演劇のコーナーです。はい、ラジオで読み上げられるとある行動の指示書を聞いて、みんなで一緒に町を使った秘密の遊びをやってみようというプロジェクトです。はい、今日は、今日の演劇プロジェクトチームの猪木康弘さん、そして陶芸家、美術家でいらっしゃる本原玲子さんにスタジオにお越しいただいています。本原さんは僕、初めましてですね。初めまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、先週の放送で次に発表する秘密の遊びは、その本原さんと一緒に作っていくということをおっしゃっていましたが、はい、まずは本原さんについてどんな方なのか、猪木さんの方からプロフィールをご紹介いただけますか。はい、本原玲子さんは静岡在住の、先ほど言いました陶芸家であり、美術家であります。うん、で、最近ではですね、ここ数年トロ遺跡をフィールドにこういろんなアートプロジェクトを仕掛けている。っていうような活動をね、そうですね、しておりましたね、最近では。田んぼの土で土器を作って、同じ田んぼで稲を育てて、こう土器で米を煮炊きして食べるっていうのを何年かやってきました。藁を燃料にして、それで、土器も焼いて、ご飯も炊くっていう。その土地の土から作った土器で、もうすべてをその土地で賄うっていう。すごい地産地消ですね。すごいですね。で、ロビンソン・クルーソーも無人島にたどり着いた時、最初粘土でシチューポット作って、それでシチュー作って食べたって言ってるので。そのトロ遺跡に住んでいた弥生の人たちがそのようにしていただろうっていうものを、その土とか、そこから出土されているものとかから推測して、それを同じような形でこうなんですかね、やってみよう。なんか別に昔の暮らしに戻りたいわけじゃなくて、なんで今こういう暮らしになってんのかなっていうか、人間の先輩はどうやって今の暮らし、こっちのがいいよって決めてきたのかなっていうのを知る機会みたいな感じだったかな。なるほど。温故知新じゃないですけど、もう古きを知って、こう、そうですね。自分たち今それをやるとどうなるかという、どう感じるかということを学ぶ。僕、陶芸家さんで、美術家さんでいらっしゃるっていうのが、もう全部繋がってるんですね。それ両方ともこう。そうですね。なんか美術って私にとっては、そこにあるけどみんなが気がついてないことを、こういうのありますけどって言って、なんか見せる仕事かなとか思っていて、だからなんかこう、今あることは、なんでこうなってるの？だから例えば炊飯ジャーがないと停電になった時に、ってなるけど、別にトロ見れば、普通の鍋と火が、その辺の草を燃料に水と米入れれば別に炊けて、そうなんですよね。元を見たいっていうか。なんか面白い視点ですけども、本原さんは日頃静岡で活動されているということなんですけど、ご自身のそういう作品のインスピレーションとかってどこから来るんですか？やっぱその昔のこと。なんか、自分もそうだけど、突然ここにいないじゃないですかね。こういうマイクとかも。もし、歩ける距離でしかお互い喋れない。だからもっと大勢の人に喋りたいとか、だからマイクがここに今あるのかっていうか、なんかその背景っていうか、ものがなんでここにあるのかっていう生い立ちっていうか、背景を知るっていうことが、なんか私にとってはすごく大事な興味のあることかな。なるほどね。確かに僕たち普段生活してて、何の気なしに使ってるものも誰かが考え出して生み出されたものだから、それはなんでだろうっていう。なんで当たり前に思ってることってこれなんでっていうのを考えるのが自分の仕事かなって思ってるっていう感じですね。一つ面白い仕事に、シンク、水道が出てくる、ここ水溜めるとこあるじゃないですか。そのシンクを陶芸で作って、ったっていうプロジェクトがあるんですけど、はい、それは本当にその上水道から下水、ずっと水が循環してる途中、一瞬我々の目に触れる場所じゃないですか。そうですね。よく考えてみると、はいはい、それにすごくこう興味を持って、そういうプロジェクトやったりとかして。粘土って地球生産なんですよね、はいはい、あれ実は有限なんですよ、はい、もうすぐなくなっちゃうんですよ、瀬戸の土とかなんですけど、その粘土はずっと変わってないけど、それぞれの時代で人間が必要な形に作って焼いてて、だからこう上下水道の仕組みがない限りキッチンシンク別にいらなくて、ここで上水が下水になるじゃないですか、はいはい、シンクの場所から上水が下水、私も上水と下水の境目なんですよね。水飲んで出すしそうなんかもう視点が面白くていろんな話聞きたくなっちゃうんですけど、ね、だってそんな本原さんと一緒に街を使った秘密遊びをこれから考案していくという、はい、そうですね。もうすでに何度もフィールドワーク、今言っていたトローっていうところで、うんはいフィールドワークしながら、まあ、その秘密の遊びを今ただいま絶賛作成中という感じです。なんかもうすごく今楽しいワクワク感が今お話聞いててあるんですけど、うん楽しみだね。どんな楽しみですね。そうなんか雨のトロ遺跡って行ったことなかったんですよ。ずっと田んぼ作業してたから、はい、晴れの日に行ってたんだけど、はい、あえて猪木さんに頼んで休館日で誰もいない雨の日のトロに行きたいって言ってそう寂しいとこ行ったんですよ、はいはい、でそこでもう私たち雨に弱くてもう濡れるの嫌で嫌 でこの住居跡に逃げ込んだ時にすごいほっとして、こうやって雨風から身を守るのが一番家の役目だって思ったし、で、その中から雨眺めてた時に2000年前も普通にこうやって雨降ってて、そうですよね、見てたんだなって思って。それすごいいい時間だったんだよね、あの時ね。そういうところのなんか感覚が全然人一倍というか、はい、我々とまた違うんですよね。その時のこう視点というか、そういう独自の視点を持ってリサーチされてるんですね。そうですね。面白いです。で、今回その本原さんと一緒にもう一つこうなんていうのコラボレーターって言って市民の人たちに協力してもらおうというところなんですけど、はい、その時今一緒にやっていただいているのが、藤野国環境市ミュージジアムって大谷にあるんですけど、はいはい、そこの教授でありまして、虫博士の岸本敏夫さんに協力していただいてるっていうところですよね。この間も一緒に歩いて、そうで岸本さんと一緒にトロ遺跡行ったらね、はい、私今まで人間の営み目線だったわけ、めちゃくちゃ、はい、岸本さん歩いてるとこう葉っぱに穴開いてると誰かいるねとか、でもこう秒でもう女王アリがうろうろしてるのとか女王アリとかなんかもう全然見てる世界が違って、なんかトロはその私たちの祖先があそこで稲作をしてその始まりみたいに思ってたけど、逆にもともといたんですよね、虫とか他の生き物の方が先輩先にいるところに人間後から入ってきて、でなんかそこで暮らしてるんですよね、普通に食べて、あそこで食べて飲んで生きてるのは人間だけじゃなかったって、私たち人間ただのワンオブゼムじゃんみたいになったのがめちゃくちゃ面白かった。もう早速刺激を受けてもうなんか壮大なというか、僕今お話聞いててすごい壮大な連想ゲームじゃないですけどすごいどんどん掘り下げてって掘り下げてってって、そんな本原さんとあと岸本さんの視点がぶつかり合って出来上がっていくのが秘密の遊びってこと、いやこれはねもうどんな遊びができるのか本当に楽しみなんですけど楽しみですね。まだ聞いちゃいけないですからね、まだね今まだ全然こねくり回してる最中なので、もう少し今海の苦しみ中みたいな、もうちょっとみたいな感じです。わあすっごい楽しみなんですけど、でも次回はその虫博士こと岸本先生にスタジオにお越しいただけるようで、面白いですよ、お話を伺っていきたいと思います。でもなんかまた本原さんもぜひ遊びに来てください、はい、なんかもっともっといろんな話を聞きたいなって今日思ったんで、はい、ぜひありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで今日の、街を使った秘密の遊び、今日の演劇のコーナーは今日はですねプロジェクトメンバーの柚木康弘さん、そしてこの度秘密の遊びを作っていただく陶芸家美術家の本原玲子さんにお越しいただきました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。